皆さんこんにちは、カミキーです。今回はネズミのポチ袋の作り方をご紹介します。こちら、三つ折りをさらに半分にしたお札が入るサイズになります。このような和紙で作るとよりお正月の感じが出ますし、あと、裏の色がネズミの顔の部分になるので両面折り紙もおすすめです。それでは作り方です。まず白い面を表にします。半分に折って端だけに印をつけるように折ります。そしてつけた印に合わせて下を折ります。折ったところを戻します。向きを変えます。また半分に折るんですけども、さっきと同じように端だけ印がつくように折ってください。戻します。そしてつけたこの折り筋に合わせて下を折ります。そして先ほど折ったここの折り筋のところで折ります。そしてこの下の角を端に合わせて折ります。そしてこの部分をちょっと開いて、ここの内側のこの角の部分をそのまま引き出します。そしてここの角の部分を反対側にも倒しております。そしてここの隙間を広げて四角に畳みます。次にこの四角のここの角を折ります。次にこの上の縁を下に合わせて折ります。で折ったところを戻します。次にここの三角のところの隙間をと広げて、この斜めのところをぐっと下に押し込むようにしてこのように畳みます。向きを変えてこちら側も同様に折ります。まずこの上をこの下に合わせて折ります。折ったところを戻します。この横の隙間を指を入れてちょっと広げて、この斜めの角を押し込むようにして、このように畳み直します。向きを変えます。この部分の、ここ
ここの横の端ですね、ここを少し裏へ折ります。反対側も同様にここの角を裏へ折ります。でこの耳の上のこの角も少しだけ折って丸みをつけます。次にここの角の部分をここの縁に合わせて折ります。揃えます。こちら側も同様にここの角を折ります。で次にここの縁をここの縁に合わせて折ります。この下の部分をこの耳の裏側へ入れ込みます。ここの角をここの今青い線がついているここの角に合わせるように折ります。ちょうどここの角がこのネズミの顔の真ん中に来ますね。で、そしてこの部分も耳の下へ入れ込みます。これでネズミのポチ袋の完成です。それでは顔を描きます。耳や鼻の部分にはこういった事務用の丸シールがあると便利です。これは下島で買いました。このピンクのこっちは100均で売ってます。ダイソーだったかな。でひげを描いて目の位置がね難しい。ちょっとまず点で描いて場所をなんとなく決めて描くといいかな。これはちょっとシール使ってるんですけどね。これは日本折り紙協会で売ってる3ミリの黒丸シールなんですけど、事務用品のコーナーだと色ついてるのしかないので黒いペンで縫って使ってもいいかなと思います。あとネズミさんの表情もいろいろ工夫して描いてみてください。お年玉はやっぱりもらう方が嬉しいですね。それでは皆さんさようなら。この横の縁をこの縁に合わせて折ります。あ、間違った。それでは皆さん良いお年を。間違った。